アマレスニュース。本日も2022年10月18日に開催されましたアンダー23世界選手権の結果速報をお伝えします。本日グレコローマン2日目、まずは男子63キログラム級池田龍斗選手銅メダル獲得しました。おめでとうございます。ポイント1対1で最後まで攻め続け、見事敗者復活から勝ち上がり銅メダルを獲得しました。最後は負けて立ち上がれない相手の選手に手を差し伸べて優しさも見せつつ、山形県の強さを世界に知らしめました。続いて男子グレコ77キログラム級草加直選手銅メダル獲得しました。おめでとうございます。草加選手序盤から積極的に投げを仕掛けていきます。そして1対1の接戦の中、後半ラスト1分半頃に草加選手がクラッチを組み、相手を倒しバックに回って2ポイント、見事逆転に成功しました。そしてそのまま最後まで攻め続け、3対1で見事勝利し、喜びを爆発させました。続いて男子グレコ55キログラム級松井健選手、3位決定戦で惜しくも敗れてしまい、銅メダル獲得なりませんでした。そして本日行われましたグレコローマン67キログラム級の曽我部恭太郎選手が準決勝で惜しくも敗れてしまいましたが、明日3位決定戦がありますので銅メダルの獲得応援したいと思います。そして男子グレコ72キログラム級の小林大吾選手と82キログラム級の樋口鉄心選手も敗者復活戦に回ることができたので、明日勝ち上がればまだ銅メダル獲得のチャンスがありますので頑張ってください。そして明日10月19日水曜日は女子フリースタイルが始まります。明日は世界初のグランドスラム達成に挑む50キログラム級の須崎優衣選手、そして55キログラム級の清岡萌選手、59キログラム級の徳原姫香選手、68キログラム級の松雪成葉選手、そして76キログラム級の松雪康葉選手、こちらの5名が出場します。明日も皆さん一緒に応援しましょう。ありがとうございました。